ビアニメおかしな転生アニメ放送直前特番おかしなパーティー超声出てるすごくない？いやめっちゃ一応本日の主役じゃんあなた。いやということで皆さんこんばんはテレビアニメおかしな転生ペイストリーミルモルテールン役の村瀬歩です。よろしくお願いします。こんばんは、マルカルロドロバ役の藤原夏美です。よろしくお願いいたします。声出てるよ。そして、はい、皆さんこんばんは、リコリスミルフバーレク役の本土楓です。よろしくお願いします。今日もこちらよ、素晴らしい。はい、ありがとうございます。ということでこの特番なんですけれども、はい、テレビアニメおかしな転生がいよいよ7月3日から放送スタートということで、魅力をお伝えしつつ記念にパーリーをしちゃおうという生放送となっております。ということで、ここら辺にね、我々シュワシュワするドリンクとかあるんですけど、なんだろうこれ。でも残念ながらアルコール入りではないということで。残念ですわね。残念ですわ、本当に。まあ、なんか乾杯は後でするとして、はい、どうですか。なんか我々結構アフレコはね、うん、はい、長いこと撮ってましたけれども、そうですね。ここのメンバーって一緒に なっちゃんって一緒になったことある？あのちゃんとアフレコの時一回だけあったかな。でも全然からそう、掛け合う掛け合うこと、あ、まあ。まあ、ご覧いただいて、ね、前からのこととかもね、あ、そっか。はい、逆にこれは、うん、その本土ちゃんとはね、な後半とかで一緒になって、はい、たくさん一緒に組んでくださって時間を、逆になんかマルクとかルミはね、はい、最初の方にこう収録してそれをなんか我々が聞いてみたいな感じでやってたから、うん、そうなんですよ。その辺の話とかもね聞きたかったですけど、まだ放送直前なので話せません。そうだ、そうですよね。ダメなんだって。言えませんわ。そうなんで我々まだ3人こうやって一堂に会したの今回初めてなので、うん、そうですね。そう、どういうことを話していきましょうかっていう感じなんですけれども、はい、皆さん僕らね、このコメントの方とかも見えてるんですけど、はい、うん、よかったらね、書き込みとかもいっぱいしてってください。髪切ったって来てますよ、村瀬さん。髪切ったよ、木曜に切った。すごい、なんで分かったんですか。よく分かりましたね。すごいね、好きなんだね、ありがとう。大好きなんだ。サンキュー。いや、はい、どうですか、ちなみに、うん、まあ、これ言っていいのかな、実はなっちゃんとはね、はい、別の、まあ、この番組内の他の企画のところで、うん、あ、そうですね、ちょっとね、お菓子とかのね体験したんですけど。そうなんです。あら、そう、つい最近だよね。つい最近です、本当に。あらあら、すんごく楽しかったです。言えないからね。いろいろ言えないんだけど、まあ、なんかいろいろ実はこの番組というかこの作品ね、企画とかも動いておりますので、はい、そちらとかもね、おいおいなんか発表していきたいなというふうに思っているんですけれども、はい、けれども、さて、この特番ですが、タイトルがはい、おかしなパーティーということで、放送を盛り上げたりナイスプレーとスタッフが判断するようなことが起きた場合にはお菓子がご褒美でもらえるそうです。やった、たくさん欲しい、たくさん欲しいね。たくさん欲しい。なんでなんか欲しい人はやっぱ積極的にお菓子チャンスをやっぱ声大きく宣言していくのが大事みたいですよ。なるほど、積極的に、積極的に。で、本当に得意だもんね。まあね。どういうからなんか同期なんだって。そうです、事務所違うんですけど、はい、グループ、あ、そうだよ、あ、そうなんですよ、お世話になってる。お世話になってる、ね、はい、同期でして、ここが、はい、そうなんです。あ、そっか、そうそうそうなんですよ。なんかこの作品にもね、他にも、まあ、結構キャストさんね、大勢出てらっしゃるんですけど、そうなんですよ。実はね、うん、この中にも同期の子が一人他にもいたりとかって話を作品、あ、そうですね、そうですね、そうです。でもこうで知ってるんですか、みんな。どうなんだろう、言ってよかった、言っちゃダメだった。知ってる、言っちゃダメだったらごめん、後々わかります、はい、誰か同期の人が一人いますっていう話をして、はい、お楽しみに。あ、これ名前いるのかと思った、びっくりした。いや、名前言っちゃったらダメかな。まあまあまあ、でも後でわかるでしょう、うんうん、ということで、はい、ちょっと話戻します。はい、実はさっき積極的にお菓子もらいましょうっていう話をしたんですけれども、はい、このもらえるお菓子、番組の最後に獲得個数によって素敵なご褒美がさらにあるらしいので、そちらの方を目指して頑張りましょう。全然我々何がもらえるかとか分かっておりません。分からない、楽しみ、はい、で早速なんですけれども、盛り上げにかかってる、チャンスかもしれません。おパーティーの始まりということで、乾杯の温度をバッチリ決めましょう。では乾杯の温度、乾杯の温度、やっぱこのパーティーのパーティーといえばね、みんなで乾杯の温度があるじゃないですか、ね、皆さんもよかったら一緒にしましょうね。そうですね、うん、皆さんもね、ぜひ飲み物とか用意して、はい、お前らお菓子は欲しいか。欲しい。じゃあいくぞ。エコーかかった。乾杯の温度をやりたい人、せーの。
ーの。ふん。え、誰が危ないんですか。危なかった今。危ない。危ない。なんだよ。マルケさんはあげるんじゃないですか。なんだよ。危なかった今。今もグランと言ってくれれば、でもなんかもう勇み足でこうやっぱやってくれたから前に前に進んでくれる。なっちゃんにちょっと温度取ってもらいたいな。ね、頑張れ。よっしゃ。なっちゃんさ、ちなみに温度取ったことある？ありますよ。あ、じゃあ、おー、行くんで。じゃあいいですね。なっちゃん式の温度に我々も乗っかりたいんですけど、なんか特殊な温度。気合い。これも温度特殊。いやいやいや、もうあれですよね。楽しく今日パーティーですからね。そうですよ。そうだよ。ムフ。ムフ。立った方がいいのかな。おもろい。カメラさん、止まった。カメラが。すいません。急に。じゃあ、はい、それでは皆さん、おかしな転生おじさん入ってる、ちょっと壇上の、ね、編集長とかのおじさん系の挨拶ですね、放送直前特番ということで嬉しいですね、3人で特番ができて嬉しいぞ、嬉しいぞ、ありがとう、ありがとう、盛り上げて、おし、もうちょっとで放送始まるっていうことで今日の特番、楽しくやっていくぞい、乾杯、よかったら着席いただいて、はい、はい、ご着席、ありがとうございます、お二人とも、待って、これ盛り上がったかどうかの判定とかってあるんですよね。それを今から判定してもらいます。じゃあどうですか、スタッフさん、今のは盛り上がりました。早いよなんでだよ、早いだろ、どう考えても。よかった、欲しいだろ、タイミングがよ、フライングてってる、フライングじゃん。ということで、じゃあなっちゃんの方にはやった、一応お菓子、あ、そうか、やった、ありがとうございます。何、どんなクッキー、何これ、かわいい、ひよこちゃんかな、見えますかね、じゃじゃん、見えますかね、こうか、かわいい、おいしそう、ひよこちゃん、めっちゃかわいい、これ頭の何乗ってんだこれ、頭、え、トサカじゃないですか、トサカか、ありがとうございます、かわいいクッキーをもらって、これ今食べちゃうと最後の集計の数が減っちゃうんですよね。あ、そうか、絶対食べちゃダメだから、絶対ダメだからね、絶対ダメだよ、おいしそうだけどね、我慢しますね、我慢して、そう、ちょっと色似てるからなんかもうスッと間違えて食べちゃうかもしれない、絶対ダメだから、ダメだよ、大体色に、絶対ダメ、ちょっと、あれ、ということで、振り方、今回の特番ではおかしな転生のお話をしたり企画をやったりと、皆さんと一緒におかしくて楽しい時間を過ごしたいと思います。はい、それでは始めてまいりましょう、はい、テレビアニメおかしな転生アニメ放送直前特番おかしなパーティー、最後までお付き合いよろしくお願いします。盛り上がった、誰、みんなだ、これ、わかった、大きい声出しとけばいいやつです。なるほど、でっかい声出していきます。あ、違うんだ、そうちょろくないぞって、そうちょろくないぞ、本土って言われた。ということで、早速こんなコーナーからやっていきましょう、はい、おかしな転生おかしくトーク、はい、このコーナーなんですが、はい、おかしな転生について皆さんにアニメ放送が楽しみになってもらえるように面白おかしく魅力をトークしていくコーナーとなっております。はい、で、まあ、この作品ね、お菓子、もちろんこのキービジュアルのように、うん、みんなお菓子、大好きで、お菓子作るっていうのもあるんですけど、意外とね、うん、こう戦いものだったりとか、ちょっと国取り物的な要素もあったりするので、深い作品なんですよ。で、そんな素敵な作品の紹介をね、しっかりしていきたいと思いますので、はい、それでは早速参りましょう。まずは作品概要、なっちゃんお願いします。わかりました。声でけ、台本通り。おかしな転生は原作者古流のぞむさん、イラスト首里康之さんによるライトノベルです。はい、現在23巻まで発売されており、応援団長、7月10日に24巻が発売されます。また脚本富澤みどりさん、作画飯田セリコさんによるコミカライズも連載中の人気作品であります。声すごい。待って、やったー、これあと50分あるんですよ。
1時間これやるの多分しんどいから溢れちゃうよ、溢れちゃうよ、なくなっちゃうよ。皆さん明日大丈夫ですか？明日やばいよ、ね、明日大丈夫ですか？朝からあるでしょ仕事ね。うん、いやもう明日のこと考えてないじゃん考えなさいそれはあなた、まあ、でもね今日全力尽くしたいですからね。いやいや、なんで進める止めろ同期としてそこは。今日はじゃない、はい、お願いします。そして、はい、どんなストーリーかというと本田ちゃん紹介お願いします。はい、うん、わかりました貧乏領地モルテールン領の次期当主として期待される少年ペイストリー。ペイストリー、ペイストリー、いえ幼くして類いまれな才能を発揮する彼の前世は将来を約束された天才菓子職人だった。やった、イエーイ、お菓子で笑顔を作ってみせる。変わらぬ決意を胸に訂正した世界でもお菓子作りに励むペイストリー。イエーイ、ペイストリー、イエーイ。だが待って全然お菓子くれないじゃんいっぱい貼ったよ、ね、今なんだお前らひいきかお前ら藤原夏美にだけひいきしたんかあれれれ、おかしい。ちょっとまだでも喋ってみたらいけるかもしれない、うん、ちょっと悲しいです。はい、うん、だが若き少年に数々の苦難と試練が降りかかる。何領地を襲撃する盗賊に一癖も二癖もある腹黒貴族たち。寂しい懐事情に水も貧しく枯れ果てた感じ頑張れ。ありがとう。頑張った。ありがとう。頑張って。いいね、みんな座って。ありがとう。客席が見える。はい。水も乏しく枯れ果てた土地と前途多難。前途多難だ。立ち向かう武器は持ち前の知略と、うん、お菓子作りへの愛情、うん。果たしてペイストリーは幸せあふれる漁師を作れるのか。甘くておかしな王道スイーツファンタジーの開演です。ファイトストーリー。はぁ、あ、おいいえ、最後にねこう頑張るのやっぱ大事だね調子に合わせてこうそうですね、調子に合わせて最後大きい声出したらいい、最後大きい声だったら終わっちゃいけるかも、つかみ始めてます、ね、はい、いやちょっと内緒だけど内緒だけど内緒ですけど大きい声では言えないですけど、はい、ということで、はい、どうですかこの作品、うん、まあ我々あのドラマ CD をね、うん、実はあのあ、ね、何年か前に撮らせていただきまして、3、4年ぐらい前に、ね、結構前、うんうん、はい、そうそう、その時以来だったんですけど、うん、そうですね、どうなんかこう、うん、改めてこう、まあ、アニメ化するのにね、うん、こう関わって、はい、うん、まあはい、本堂は、まあ、ドラマ CD の頃から感じていたのはまずすごく、まあ、原作から優しいタッチで、うん、はいはいはい、非常に美味しそうで、やっぱお菓子を扱うだけあってもちろんこう戦いとかいろんな厳しさはあるんですけど、基本やっぱこう美味しいね、甘いね、優しいねっていう世界で、すごくこうなんだろうな、素敵な世界だなっていうのは思っていたんですけど、アニメ化が発表されて、うん、実際こう収録進めた時にアニメになってこそ光る美味しさ、お菓子なところ、ね、っていうのは本当にアニメの力ってのを見て感じましたね、うんうん、やっぱね声だけじゃやっぱ表現しきれないところがね、絵力とかね、音もそうですけど、ならではの表現ってたくさんありましたね。いやね、まさにまさにおっしゃる通り、うん、どうですかなっちゃんは、あ、なんかこう改めてアニメになった時のとか、ね、作品の魅力とか、うん、そうですね、私はアニメからあの参加させていただくことになったんですけど、うんうん、初めそのタイトルとかやっぱそういうのを見て、おかしな転生っていうことで、逆にすごく、あ、なんだろう、たくさん美味しいもの食べれるのかなって思って、パッてこう作品を見させていただいた時に、先ほど村瀬さんもおっしゃってたんですけど、うん、なかなかこう自分の領地をこうよりよくしていこうとみたいな感じの、そのペイストリーの、うん、働き具合だったり、うん、まあ、村の人たちにね、なんか いろいろいろんなことをするんですけど、そうなんですよ、その姿がもうなんか勇ましいというか、うん、なんか同じ、あ、私のキャラクターが幼馴染なんですけど、うん、ペイスト、はい、それでやっぱそのなんだあの頭の良さ頭の良さだったり、そういうのが
すごいって思ってすごい語彙力でもあの、はい、マルクとルミはね、うんうん、あの年相応な感じのあそうなんですよ、ね、キャラクターだから、うん、ペイスはね、まあ、実際、うん、実年齢はまた違いますから、そうですね、してるから一応2度目の人生を歩んでるってことなんですよ。そうですね、でもなんかそこのちょっと対比とかもね面白かったりするしね。そうですね、うん、意外とだから本当にあのおっしゃっていただいたように、うん、なんかこうお菓子のその絵の絵力の方もそうだし、うん、こうちょっと村の方でのね最初は結構いざこざとか、はい、国を広げていくのの難しさみたいなところがいろいろ描かれてるんですけれども、はい、実はですねここでそんなアニメ版の魅力を凝縮した PV がございますのでご覧いただきましょう、うん、どうぞ。さあ食べてみてください。うんまこれは天才と言われながら志半ばで命を落とし異世界の貧乏貴族の息子として転生したパティシエがお菓子と笑顔で満ち溢れた世界を目指す厳しくも甘い甘いスイーツな物語である。父様、いい金策が見つかりました。我が領地が人々を養えるようになったのは全て息子の手腕によるもの。この子、子供と思って甘く見ていましたわ。盗賊を迎え撃つ準備をします。放て。この世界じゃ領地を守らなければ夢は叶わない。動くなよ。彼の夢、それは世界で一つのお菓子の国を作ること。ブランニューデイ。子供と見て侮ってはならんようだ。彼女たちには指一本触れさせません。どうしてかしら、この人に大丈夫と言われるとそう思えてしまう。頼んだぞペイス。この子の目指すものはひょっとしたらもっと先の大きな何か。ではチェックメイトです。お菓子の国を作るなんていつになるんだろう。旅は終わらない。絶対に作ってみせる。世界に一つのお菓子の国。わー、おいしそう。お腹すいたー。だってねお、なんのなんだなんだ。どうぞじゃないですか。ご覧いただきましょう。どうぞどうぞ。あ、やったやった。え、何の声出すんだやった。私どうぞって言いそびれたけどもらえた。おい、やったー。ちょっとやだ。やだ。こいつやりおるぞ言い忘れたけどやったということで第2弾の PV をご覧いただきましたが、はい、なんかすごい盛りだくさんだね。いっぱい喋ってましたけど、はい、私の言った美味しそう具合伝わりましたか。伝わった。そう、そう、あのピカピカ、リンゴのところ、リンゴ飴のところ、美味しい。パパ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 。だからもう私たち3人は美味しそうって言ってずっと裏で言ってました。その裏の声かもしれない。もしかしたら慣れてもらえたのかもしれない。それかな。リアクションが良かったのかもしれない。本当に美味しそうだった。美味しそうだったね、うん、この短い PV の中でもなんか魅力めっちゃ詰まりまくってんなと思って、うんうん、あんだけいっぱいのお菓子出てきて。そうですね、でしたし、あとキャラクターもね、いっぱい出てきたんで声が聞けましたね、たくさん、ね、そう、あと最後の方にね結構いろんなキャストの方たちの、ね、うん、名前も見れて、豪華キャストなんですよ。はい、ということで続いてキャラ紹介の方をねしていきたいと思うんですけれども、はい、こんな企画でおかしな転生の魅力的なキャラクターたちを知ってもらおうと思います。おかしくないキャラ相関図を作ろう。キャラ相関図を作ろう、うん、なんとこちらですが、僕たち3人 が、あ、後ろ来たね。さっ来た大丈夫、大丈夫ですか。このホワイトボードを使っておかしな転生のキャラクターを紹介しながらキャラクターたちの正しい相関図を作っていく企画です。 おかしくなっちゃダメ、正しい相関図を目指します。あ、ここは正しいです。なるほど。じゃあ、まあやっていきますか。なんかマグネットでこう、はい、キャラクター作ってもらってるんで、うんうん、これをなんかこうちょいちょいしつつ、はい、あの必要とあらばこういうこの、あ、ペンを、ペンで適宜あの、説明文を書いていいみたいな感じで。なるほど。おかしくないあのやつを作りますよ。あのコメントでおかしくなりそうだな、ね、なるわけないだろ。俺らお菓子が欲しいんだから真面目にやるに決まってるでしょ。そうだそうだ。じゃあやってきますよ。なんだこれ、いくぞ。じゃあまず自分のやってるキャラから、うん、あ、じゃあマルクですね。 ありがとうございます、はいはいはい、そしてリコリスちゃん、ありがとうございます。自分の近辺のキャラで言うと、ない、どうで
どうですかどうですか、もう金あの、ま、難しい、あのちょっとね、あの特に、うん、まだね、登場がもうちょっとね、皆さんに言えないことがたくさんあるんだけども、まず言うと、うん、お二人とは別の場所に住んでいます、はい、ので、まあ、まずちょっとずれた場所に置いておこうかしら、うん、じゃあなんか最初にさ、みんなをちょっとこっち側の方に確かに置いておきますか、うん、ありがとうございます。ね、寄せといて背高いですね。そうなんです。意外と高いんですよ。座ってる時あまり思わなかったですけど。そうなんですよ。足が、ね、そんなに高くないんです。じゃあリコリスはどの辺に。じゃあ一応じゃこのちょっと横側に。でもやっぱフバーレク寮だけどちょっと離れてるから、はい、ここもいいと思うんだけど。うん、あちょっと待って。何こことなんでそういうことするんですか。ちょっとちょうどいい。なんで。いや、晴れないに決まってるでしょ。なんで返してください。やめてもらっていいですか。今藤原夏美が落としました。何もしてない。今壊しました。何もしてないです。これマイナスポイントでしょ。何もしてないです。これはこれだよ。あーよ、マジ没収される。没収される。没収されるんですか。没収ダメです。もうそんなこと言うな。フェイスをどうするの。フェイスさんやめて。フェイスを、フェイスを、フェイスを、これフェイスをここに挟んじゃうんだからね。挟まれた。やめてください。挟めないか。ちょっと無理だ。ちょっと無理でした。はい、ごめんね、リハの時にガムテープとかもらっとけばよかった。準備不足だった。そうですね。この遊びをするならそうですよね。そうだね、もらっとけばよかった。はい、まあちょっと、まあ、でもフバーレク寮なんで、でちょっと飛んで、あと、はい、皆さん、まあ、ご存知の方多いと思うんですけど、うんうん、こちらのペトラさん。かわいい。はい。家族でして、はい、姉妹なんでちょっと一緒に貼らせてください。はい、ちょっと並んで、ね、あ、この辺に貼っておこうかな。じゃあまあなんか姉妹とかなんかちょっと補足しとく。はい、書いておきましょうか。じゃあ黒で姉妹。ちょっとなんかなんていうの、顔立ちとかさ髪型は、まあ、そっくりなんだけど、うん、表情が違うよね。そうですね。性格は真逆なんです。お、あら、そう、そこは大事なポイントかもしれないですね。大事です。大きいですね。じゃあここがまずフバーレク寮完成しましたと、はい、うん、どうしますか。ル次なんかちょっとここに置かれてるのやだ。次じゃあマルクはどう。マルク、じゃあマルクはどうですか。マルク、そうだな、マルクは、まあ、ペイスとその馴染みっていうことで、そうね、住んでる場所も一緒なので、はいはい、近いところになんか、ね、そうですね。ペイスとは、まあでもこの中で考えるとちょっとね、じゃあペース系の、ペース系じゃない人たちをちょっと一回、あ、なるほど、ね、この辺の人、まあこの人、うん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 、この人とかも出てくるのだいぶ先なんですけど、はい、ヒカサさんですね。知略のヒカサ陽子です。知略の、はい、賢いヒカサ陽子です。ちょっとこの辺に置いておきますね。一応立てとこうか。そっちに置くの。そうだね、この辺に、この辺に。じゃあちょっと、あ、危ない危ない、落ちそうになった。ヒカサ、ちょっとこれなんか、あー、ダメダメ。じゃあちょっとこの人はそんなまだ今のところ出てないんですけど、でもあれですよね、あれそう、これが同期でした。あの同期の加藤くん、そう、加藤渡るっていう同期でして。なんで加藤くんはちょっとアイムエンタープライズって書いてある。ありがとうございます。じゃあここが同じ同期とか書いておきますね。それで言うとルミもアイムエンタープライズなんで、あ、じゃあでここ先輩です。あ、そうですね、アイムエンタープライズの同期。なるほどなるほど、はい、そうかそうか、アイム、そうですね、先輩で、じゃあそうですね、マルクじゃあ行くか。マルクじゃあこの辺が出てきたから、ね、ここならもうこの辺で、で、ね、ここはまあ親友。そうですね、親友兼、そうです。親友兼、あ、そう、ここも同期、あ、同期、あ、同期、あ、美しいよこの相関図。すごいすごい。できてる。で、なんだったらごめん、母様ごめん。なんだったら僕ここマーヤちゃんと同期なんで。あ、そうなんですか。そうだったんですか。そうなんだ。ちょっと同期いっぱい。同期でここ親友なんで。そうですね。ちょっと足していいですか。社長、やめろやめろ。社長やらせていただいてます。社長ね、かっこぐらいにしとこう。かっこ社長ぐらいで。ってなると、あ、え、でも綺麗にもともと、で、ここも、あ、で、そうですね、もうあれですよね、ご家族だったり、まあその近しい身の回りの方、そうなんです。モルテイルン寮、すっごい、なんかそこだけ雑じゃないですか。あ、でもここは、ここは、81って書いておく。そっか、
81プロデュースさんなんで、そうかそうか、はい、これうまくできた、すごい上手に、あれすごい綺麗、完璧な並びじゃない、まとまったぞ、まとまった、すごい、まとまったぞ、イエーイ、イエーイ、ということで相関図完成しました。これ見たらおかしな転生と、あと中の人の関係まで、中の人完璧な、あの皆さんスクショするんだったら今ですよ、完璧な状態です。じゃあどうぞパチッと、はい、パシャ、よし、OK、 はい、あのキャストさんに詳しくなってしまう、その通り、ね、ぜひぜひ我々に対してもちょっと詳しくなってください、うん、ということでこれはあ、待って、ヒカサさん、あ、あ、ヒカサさんもちょっと、あ、でも、社長じゃないや、社長、社長、社長、でも多分社長、多分社長、一応社長で、社長、あの、なんて言うんだろうな、パリピって書いとこ、パリピ、パリピ、それはペイスさんの中の人もパリピですけどね、こっちもこっちもパリピなんで、もうここのお二人やばいので、ここは、あの、僕が兄で、ヒカサヨウコが妹なんで、ちょっと兄妹とってます、はい、中の人情報、はい、中の人です、いやもう中の人もそうじゃないんだけどね、はそうなんです、あ、そうなんだ、なんで、あの、これで完成なんで、ちょっともう一回、あ、ね、あのちゃんとスクショ撮ってください、すいません、どうぞどうぞ、これが、はい、カシャおかしな転生と我々の相関図です、本当に完璧です、はい、完璧です、完成、いや、よく気づいたね、いやいやいや、そのままずっとここに、いや、でも私はコメントで気づきました、 ありがとう、あ、ありがとうございます、ヒカサさんはってヒカサさん、ヒカサよく忘れてました、すいません、すいません、ということで、あのちょっとね、先走って完成しちゃったんですけど、はい、ファンファーレいただいたんで、はい、やったー、お菓子ゲットでーす、ヒカサさん、やったー、ありがとうございます、ありがとうございます、結構溜まってきた、今のところ私4つです、でも数違いますよね、人によって、俺はね、3つ、3つ、あれ4つ、あれ取った、いや、あの、壊したから、藤原夏実さん壊しましたから、取られたんだ、この星、この星星ハート3つも壊してた、本当だ、あれ外れてる、すっごい壊してる、ち違うんだよ、これ、これあれなんだよ、ここにあったんだよ、ということで、おかしくないから相関図を作ろうでし た, した、そして何度も言っていますが、アニメのスタートは7月の3日からとなっております、絶対にご覧ください、よろしくお願いします、お願いします、続いてはこんなコーナーをお届けします。題して、前世は菓子職人、キキフードに挑戦、イエーイ、食えるぞお前ら、よいしょ、たくさん食べるぞ、ペコペコペコ、はい、僕が演じるペースは前世が天才菓子職人ということで、味覚や調理センスが抜群です。そんなペースのように、実は前世が菓子職人な人がこの中にもいるかもしれません、うん、そうかも、ということで、キキ〇〇で味覚のチェックをしていきましょうということで、どうですか皆さん、味覚の方は自信がおありですか？ないです。即答やん。ないです。ないの？そんな自信持ってないですっていう人初めて聞いたけど。おかしな転生で言うのはちょっと勇気がいるんですけど、はい、辛党でして。はい、あ、
あーそうだ、辛いのめちゃめちゃ好きだもんな。してあらあらあら、確かに食べ過ぎてちょっと細かい味覚がちょっと迷子で分かりやすい味は分かるんですけど、あと苦味に気づきづらくなっちゃいました。へえ、ちゃんと支障が出てる、ちゃんと、はい、辛いの辛いの食べて。でも罰ゲームのセンブリ茶が効かないので、それはそれで、はい、すごっ、防御力にもなった。でもなんかちょっとこれはだって完全に何かを聞き何かするわけだから、それに関してはちょっと苦手かもしれないですね。ちょっと、はい、不利かもしれません。おー、ちょっと我々が点数取っていけるかも。なっちゃんはどう？なんかやっぱなっちゃんって小学生男子っていう感じのバイブスがめっちゃあるからわかる、なんか、あ、そうですね、割とお腹の中に入れば何でも美味しいみたいな。マジかよ。じゃあそういう村瀬さんはどうなんですか？はい、僕もお腹の中に入れば何でも美味しい。ダメだ、一緒なんかい、これはダメだ。まあでもワンチャンやってみてから分かるっていう時もあるから、才能があるかもしれない。やってみよう。でルールなんですけれども、はい、各食べ物ごとに我々のこの目の前に A、B、C、3種類の品物が出ております。出てます。でそれぞれを食べた後、うん、お手元の A、B、C 札、こちらね、これだ、なんかすごいバラエティっぽい感じですね。これを使って一番高いと予想したものをあげるという感じになっております。じゃあ3人でせーので1個ずつ食べていきますか。あ、そうしましょう、はい、楽しい、楽しいですね。なんか嬉しい、なんかこういうさ合法的になんか食べれたり飲めたりする番組大好き。そう、だいたいあのこっち側からさ食べさせろって言ってこう要求するばっかりだから嬉しい。じゃあ A からいきますか。はい、やったー、イエーイ。さあ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 、なんかちすごいちっちゃい小ぶりだね、他のに比べて。そうですね、私あこれフォークある、ちゃんと。あ、そうフォーク素でいくつもりだった。すいません、素で、お料理が良くないですわね。じゃあ早速いただきますか。いただきます。はい、いただきます。いただきます。おいしい、リンゴだ、めちゃめちゃ美味しい。うん、なんかでも、わかんない、ま、食べたことあると思います。うん、1個目だしね、まだね。うんうん、まあこれ1個目と。美味しい。ちょっとまだ残しておきつつ、はい、ちょっとあの お食べしたものはね、あの後ろの方にちょっと一応下げておきますか、はい、絵面上。はい、じゃあ B のやつ。おい、結構大ぶりですよ、 B は。全然サイズが違う、うん、さっきのやつの 1.5 倍ぐらいあるかも。確かにありますね、プルプルに見える、はいはい、じゃあ行きましょう。はい、こちらもいただきます。いただきます。どうかな、味が違う。うん、甘い。甘え、甘い、ええ、え、酸っぱくないですか。え、なんかあれ一人だけ違うもんね。え、あれ甘いよね。で、B です、大ぶりの B ですよね。あ、まあ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 、まあ、感想は人それぞれなんで。うんうん、まあ、甘いですね。うんうん、え、酸っぱい。じゃあ、まあちょっとちょっと恐ろしい波紋呼びそうなんで、ちょっと先 C いきますか。はい、で、C こちらです。なんか中ぐらいの大きさですね、うん、A と B に比べて。そうだね、真ん中っていう感じで。結構黄色みが強くてね、うんうん、じゃあいただきますか。いただきます。いただきます。うん、うん、うん、一番控えめに感じませんか。うん、確かに、確かに。うん、でもなんか後から結構甘みがじんわりきますね。甘み、うん、甘みだよ。あれ、あ、でもほんとさっぱりしてる。なんかさっぱり、梨みたいな味がしませんか。梨、梨、あの食べ物を別の食べ物で食べた今。リンゴですけど。すいません、あなた、はい、失礼しました。いやいやいや、これ、え、決まりました。ちなみに2人はってことは、え、一番高いと思ったもの。そう、高いものを。あ、高いものか。そう、高いものを選ぶ。順番に並べ替えるわけじゃないから1個当たればいい。うわ、ちょっともう一回ちょっと食べ直したい、食べ直したいです、ね、ちょっと失礼します。何をも、やっぱ酸っぱい。なんだろう、え、 B? B 酸っぱい。マジか、すごい酸っぱい。え、本当に同じやつ切ってるんですよね。なんか一人だけクエン酸かけたりとかしてない。してないんですか。大丈夫、味の変化つけてない。ベロめっちゃ汗かいてるのかもですね。じゃあ私ベロ汗かくの。そんなことある。どうですか、決まりましたか。うわ、高い、どうしよう。決めました、決めました。決めましたか。はい、高いリンゴってどうなんだろう。そうね、だって別に
酸っぱいから、酸っぱいか分かんないけど酸っぱいからとか苦いからとか甘いからっていうので、うん、ね、こう普通に決まるわけでもないですから。そうなんですよね。そうね、水でリセットして確かめるのもあるんだ、ね、あー、なるほど。じゃあ、はい、決まりましたか。決まりました。じゃあせーのであげますよ、はい、いきますよ、せーの。うわー、え、 B でしょ。 B かな。 B だよね。 A じゃないの。ちなみにあの B の理由はなっちゃんは甘みがすごく深くて、なんかずっと食べてたいなっていう美味しさだったので、おB にしました。あ、でも一番好きだったんだ味は。好きでしょ。ほんとちゃん、ちなみに一番甘かったのが A だから。ほんと、うん、マジ。なんか一番甘、私のベロは一番 A が甘いって言って、なおかつ味が一番強かった。まあその分なんか馴染みがあるからわからない、あのよく手に取るリンゴな可能性あるかもしれないけど、うん、味が一番強かった、甘く。なるほど、なるほどな。え、なんか俺はなっちゃんと一緒で、まあ、B が一番甘くて、うんうんうん、なんかこうみずみずしい感じがして、なんかそれこそ言葉ちょっと借りちゃうけど、逆に俺は B の方がちょっと梨っぽく感じたの。おお、なるほど。なんかすごいみずみずしくて、うん、甘みもじゅわっとしてて、なんかリンゴってもうちょっとなんだろう、うんうん、あのさっぱりしてる感じの印象があったから、確かに確かに、すごい深い甘みだなと思ってたから、うんうん、それをなんか C でこう言ってたから、あれちょっとなんか違うもん食べてたから B と C もしかしてスタッフさん逆に配置しちゃったかな。ちなみに私 A を選んだもう一個の理由が、あの皮の部分の色が一番濃く見えたです、私にとって。なるほど。こうあ、でもそれなんかちょっと色の違い、わかんねえ。でも C だけなんか色薄いね。 C 薄めですよね、うん、言われてみたらそこ全然注目してませんでしたけど、いや、じゃあ、まあ、まあでもこれわかんないですから揺るぎません。あ、そうか。じゃあこちら正解発表します。正解はこちらです。うわー、やったー。イエーイ。小学生かよ。小学生男子か。イエーイ、イエーイ、イエーイ。あー、ジンジャーエールでも飲むか。ジンジャーエールはどう、お味は。あ、甘いです。甘い、あ、甘くて美味しいです。ちなみにこれいくらぐらいの差が、 ありました。知りたい。あの、まず、うん、A でございます、はい、こちら、まあ、リンゴ4個入り498円。おお、ニュージーランド産のリンゴ、はい、近所のスーパーで購入しました。馴染みがあるからな。やっぱ馴染みがあるっていうのは、まあ、美味しかったみたいですね。で、 C のリンゴ、うん、こちら、青森県産のリンゴなんですけれども、こちらも近所のスーパーで購入したそうです。ちなみにあのさっきの A が4個入りで498円、だから1個あたり大体120、まあ、4、5円ぐらい、はいはい、すごい。で、C のやつが1個あたり200円ぐらいらしいです。おお、ちょっと高い。で、 B のリンゴは高級フルーツ店で購入された青森県産のリンゴ1個1200円。うえー全然違うじゃん。全然違う、6倍違うじゃん。そんなに。あ、でもびっくり、 A と C は一緒ぐらいの価格帯なんだ、ほぼほぼ。なるほど、スーパーで買える。ちょっと後で B だけ食べとこう。私も B だけちょっと回収しないでください。回収しないで。美味しかったよね。めちゃめちゃ美味しかった、ということで、まあ、正解者にご褒美が配られます。いやー、キレキレー。あー、すいません。ありがとうございます。え、これまだ問題ある？どうかしら。恐ろしいことにまだ問題がありますよ。あ、し、挽回するの。じゃあ次のお題はこちらです。おい、紅茶。いや、紅茶いけるかも。紅茶、私紅茶のあのこの比べやったことあるんですよ、よそで。おい、すごい。じゃあその時どうだった？できました。うわ、痛そう。楽しみ。こちらですね、紅茶、我々本当に今見えてるんですけど、結構色がだいぶ違います。全然違う。うわ、頼む。リンゴ食べたい。リンゴちょっと残しつつね、リンゴシャクシャクしながら紅茶飲んでも美味しいかもしれない。いいかも。あり。え、なんかすごい、こんな優雅な番組だったっけ、これって。素敵、嬉しいな。皆さん紅茶飲みますか？全然飲まないな、普段。でもなんか、お高い紅茶のその葉っぱを前にいただいたことあって、その時の味が美味しいって思ったのは印象残ってるから。なるほど、なるほど。なっちゃんは麦茶、ミネラル麦茶大好き。麦茶大好き。走り回った後は麦茶ね。なんでそう、蒸し取りした後は麦茶。もう、ま、もう全く一緒ですお二人。蒸しは好きじゃないけどね。あ、そう。実際どう、紅茶とか飲む？紅茶は、うん、あのミルクティーでたしなむことがあります。美味しいよね。だからちょっとですね、分かるのはきっと。今聞いてるとホンドちゃんが有利そうな感じは、うん、そうですけど、うん、確かに。A からいきますわよ。A、承知承知召し上がるわ。あ、あったかい。
お、入れたて、はあ、いい香りする。あー、いい匂い。お、これ嗅いだことがあるぞそれ参考にしちゃおうかな確かに参考にしちゃおう。嗅いだことがある。いただきます。いただきます。おや、藤原夏実の様子が大丈夫ですか？テレテレ。どうした？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 なっちゃん。ただの思い出し笑いです。なんの？なんで？あ、いや、あれ、もしかして、もしかしてこの前の？この前。それもちょっとあのもうよぎりましたよね、やっぱ。あ、なんか楽しい。別で撮ったっていう、この作品の何かですか？この作品のなんかお菓子作りのやつを撮りまして、ぜひね、それ皆さんに、皆さんの元にも多分いずれ出ると思うんですけど、うん、紅茶飲んだんだよね。あ、そうなんですね。いただきました。紅茶飲んだ時に、なんか生クリームとかね、いろいろ用意してて。そんなに教えてくれるの？いや、あのね、もう、見てほしいの、みんなに、本当に。本当に。ごめんね、匂わせて。でも、そのうち、みんなの元に嫌っていうぐらい匂ったものが来るから、匂ったものが来る。いっぱいぷんぷん嗅いどいて。めちゃめちゃ楽しかったんですよ。楽しかったんだよ。でもなんかその時に嗅いだ香りに似てる、もしかして。あ、いや、その時はまた違いますね。違うんかい違うのかよ違うんかい。その時とはちょっと違いますね。いや、まあ、じゃあどんどんいきますか。はい、まあ、A、 あ、てか色も違うんだね。あ、本当だ、全然違う。で、 B、 B、 あと B と A ちょっと色似てない確かに。ちょっとあれ、あ、でもちょっと A の方が赤みがある。もしかしてそうですね。で、 B の方がちょっといい匂いです。 B、 ちょっと嗅ぎましょう。いいスメルですわ。ああ、いいおスメル。いいおスメル。おお、おスメル。おスメル。おスメルですわ。あ、じゃあ実印ですわ。いただくですわ。いただく。あ、飲みやすいですわ。すごい、全然違う味。美味しいですわ。美味しいです。とても美味しいですわ、これ。うん、なんか A ってちょっと、うん、あの浸しすぎ。似てると思いませんですこと。あの、あ、優が悩んだんですけど、いや、あの、私も絶対ティーバッグの時間1分ぐらい間違えてるんだろうって思いましたわよ。なるほど、強いんですよ。ちょっとあの強かったですわよね。ちょっと間違えちゃったかな。でも逆に言うとこれちょっと薄くありませんこと。そうでもないですこと。もうね、ちょ、そう、これが個性なのか早くやっちゃったのかが分からないんですよね。ちょっとちょっと、それが難しいんですよね。なるほど、うん、もうなんか何とでも言える、何とでも考えられるっていうのが、ね、うん、ありますから。そうです。じゃあちょっとあの、お C に追い遊ばせられて。あ、られましょう。られましょう。色違いますわ。お C の色がすごい、すごい、もう C って感じの色でございます。どういう色ですか？ビタミン C がいっぱい入ってそうな C でございます。黄色っぽいってことですわね。黄色っぽいです。たくさん飲もう。いただきます。いただきます。お、あ、香り、人数全然匂いがすごい違いますね。何語喋った今。藤原少年語。藤原少年語。いただきます。実印なにこれ。え、な、え、これ紅茶なの。なんか フルーティーな匂いするような。そうでもない。フルーティー、フルーティーではない。え、これなんだろう。ちょっと一回リンゴで挟んでいい。わー、やった。リンゴ挟もう。え、それ美味しそう。食べよう。うん、わーい。おリンゴと紅茶、最高でございましたよ。うん、うん、うん。マリアージュっていう言葉がありますからね。おー、どういう意味ですか？飲み物と食事のフュージョン的な組み合わせの良さ。うんうんうん、マリアージュ。マリアージュってことか。マリアージュ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 っていうことなんですけど、うん、全然合わねえ。いや、多分クッキーの方が合うね。あ、え、これむずいな。全然味も匂いも全部違います。みんなセンブリ茶はありませんことって、あの、あ、お小型がなんかおっしゃられておりますが、どうですか、お本さん。私にとってはありませんけれども、一番近いのは A ですわ。あら、おえ、あ、え、そんな、あの、まあ、浸しすぎっていう、うんうん、 そうね、そういう意味での鬼神ですわ ですわね。おえ組が終わり遊ばせてる感じでございますわ。ということで、お、我々の答えも出していきましょう。はい、いいですか。はい、いきますわよ。はい、せーの、 C。 おー、割れた。やばい、村瀬さんと本当が C です。 C、 やばい。本当ちゃんはなぜ C に。あの、私、緑茶、あの茶葉の煎じ方とか温度の違いによって、うん、こう上澄みとかのなんかすごいいい出し方があるんですって。で、それをすごい感じたんです、この C は。うわ、なんかすごい上品な上澄みの薄い苦味と酸味と薄い甘みがあるような
まあでも私の味覚だからちょっと分かんない。自信持って、ちょっと自信ないんだけども、自信持ってよ、大丈夫だよ。全然全然。俺はちなみに C って思ったのは、はい、飲んだことない味だって思って C にした。そう、なんか紅茶の中で味わったことがない、紅茶なのって思って、うん、であと今その物理的になっちゃんがやっぱり一番進んでるから、はい、C のことをちょっと悪めに言っとけばなっちゃん絶対 C 以外にするかなと思って待って、うわそう操作されてたんですか私そう、あいやするかなって思ってくれたらまんまと B にしてくれたからよかった。さすが時期領主、うわっへ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 っ、悪いよの、お主も悪いよの、悪いよの。そんななっちゃんはなんで B にしたの、 B なんでだっけな、なんでだっけな、ちょっと A の後に飲んだからか分かんないんですけど、うん、さっぱりしてて飲みやすいからB にしました。あでも確かに飲みやすさというか、そうなんか C もすごいなんか、うん、美味しくて、うん、それこそなんかちょっとなんだ今までに飲んだことない紅茶っぽくない味だったんですけど、うん、それをは違うと思って B にしました。違うと思ったのは僕のおかげです。怖いよ、めちゃめちゃ怖いよ。エイジでもどうか分かんないもんね、まだ分かりませんから。結果をね、じゃあ出してもらいましょう。よし、来い。さあ結果はどれですか、お願いします。やった、やられる、これやめろやめろやめろ、うわ、なに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 、まずちょっと値段発表していきます。はい、A、スタジオのケータリングの紅茶、ティーバッグ50円。ああ、だからな、地味があった。そういうことだ。まあでも美味しかったですよ。美味しかったです。美味しかった。うん、で、B、ダージリンティー。あれ？なんかよく飲んでるやつですね。40g ちなみに500円ぐらいでございます。絵画食品を多く取り扱うお店でスタッフが買ってきた紅茶だそうです。そして C、こちらもダージリンです。ダージリンなんだ。おいしい。シンブーリ、100g。18,800円。いっぱい飲もう。いっぱい飲もう。いっぱい飲もう。いただきます。これがその値段の味ね。2023年春に積まれたダージリンティー。ダージリンの西部ミリク渓谷の中心に位置するライオンの住処を意味するシンブーリで積まれた茶葉。樹齢100年を超える茶樹が数多く並ぶ格式高い茶園茶園。わからんから生まれたプレミアムな紅茶です。紅茶専門店で購入とのことでございます。すごいね、そんなお高い紅茶なの、全部のも雰囲気、ね、醸し出してましたもんね出してた、いや、うん、なんか、うん、でもそんなに高いと思ってなかったからびっくりした。ここまでとは思わなかったです、ね、でもこれで我々ゲットですね。やったー、シューシューシュー、悔しいな、いやまんまとやられてしまったわけです。やったー、ということで、ラスト1問、もう1問いけるらしいんで、もう1問最後にやっていきましょう。じゃあ最後の問題はこちらです。あー子供か、声でか、子供か、嬉しいな、チョコレート、一度この時間のチョコレート最高ということで、チョコレートがね、いろいろ来ましたけど、チョコレートなお好きということで自信がありますか。自信はない、食べるの専門です食べるの専門なんでということで、こちら我々の目の前に今から、あ、ちょっとね、はい、紅茶も後ろにやっておきますか。ちょっとシンブーリだけおかわりください。おかわりあるんですか。あるに決まってるでしょください、お願いシンブーリを、お願いします、ありがとうございます。我々の目の前に今A、B が運ばれてきて、なんかちょっと今の時点で少し色合いが違いはありますね、うん、なんかギザギザが入ってたりとかちょっと不思議な形してますけど、絵柄は、ね、絵柄が A にありますね、ね、まあじゃあちょっと A からいってみますか。はい、ココナッツ、これはトウモロコシですか、これ。いや、カカオ、カカオでしょ、どう見てもカカオじゃない。なんでトウモロコシなんですか。トウモロコシ絶対カカオだよじゃあこちらトウモロコシいただいていきたいと思いまーす。せーの、いただきます、いただきます、ボコボコに言われてトウモロコシカカオだよ食べない、おいしい、おいしい、うん、あ、おいしい、うん、わかんない、おいしいから高いのかもしれない、どうなんだろうね、ちょっとビターな感じですね、うん、確かに、じゃあ次 B いってますか。カカオ書いてるだけありますね。あ、そっか、カカオ、うん、ビター、はい
あなたさ休み時間じゃないですよ。これ仕事ですよ。聞いたことない声出てきたけど、いや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 って。で次あのご機嫌ななちゃんと一緒に食べていきましょう、みんなで。はい、いただきます。いただきます。うん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 、あ、中身何入ってるこれ。なんかおいしい。何が入ってるの、割ってみよう。そうしよう、うん、開封バギ。ああ意外とこんなに。なんだ、全然見えないね。見え、あ、甘い。いや、村瀬さんにピント合わねえ。俺どけ。俺どけ。あれは YouTuber みたいな。いいな。あ、じゃ待って待って、見えますかね。見えますかね。はいはいはい、見えますかね。来た。手相が見える。手相が見える。ああ来た。見事な生命線。バッバッバッ。おお。運命線もまっすぐだ。運命線もまっすぐ。でも断面全然分かんなかったです、ね。あ、甘いのかいた。なんか入ってるんですけどね。サクサクしてる。うん。じゃあ C もいっときますか。はい。はい。なっちゃんのだけアルコール入ってそうって、アルコール疑惑が。これ何ですか。マジですか。これさ、ビールとかじゃない。泡出てなかった。何ですかこれ。実はビールかも。もしくはなんかあのビールじゃない。違います。あなたジャスミン杯合法的に飲んでる。お茶だよね。お茶か。お茶か。お茶よ。お茶に違いない。いや、お茶です。お茶に違いない。絶対にお茶です。なんで自分が飲んでんの忘れる。いや、お茶だよ。いただきます。なんだなんだなんだ、どうしかした。ねえ、仕事なのこれ。放送直前だよ。違うの違うの違うの、ごめんごめん。仕事するの。ごめん違うの、あのどうしたんですか。これせーのでみんなで、うん、これの表面向こうのカメラに向けよう。いくよ、はい、はい、せーの、はい、はい、あの見えますかね、見えますかね、社名がちょっと見えるんですけど、あのコンプラ的にダメかも、社名が。コンプラ、ブラ見えますかね、見えますかね、見えますかね。あ、見えないな、見えないようにうまくできてんだな。だからあの我々が親しんでる、親しんでるところなんですけど、はい、これが本当に一番高い可能性もありますから。あ、これあれか。よかった、言ってくれないと私引き体読めないので分かんなかった。危な、危な、吹き出すの。言ってくれたから読めた、うん、あ、これこういうんだ。あ、でも美味しい、うん、めちゃくちゃ美味しい。安定の美味しさ。これ一番コーヒーと合うかも。うわ、飲みたい。え、でもこれ今3つ飲みましたけど、なんだっけ、あのシンデーラだっけ、なんだっけこれ。シンデーラじゃなくて、あ、忘れちゃった。あ、シンブーリだ。あ、シンブーリまだ。ライオンの住処ってことか。ライオンの住処来ないんだけど、どうなってんの。おかわりお願いします。飲み屋じゃありません。飲み屋じゃなかった。飲み屋だったらこんな高圧的に頼まないよ。そうですね。いや、そう、あ、でもそれはそう。決めましたか、どうですか。まあまあまあ、決めました。私はちょっとむずいよ、でも意外と。どうしよう。二択です、私今。俺も二択。もう自分の好きな味でいくかどうか。うわ、でも決めました、はい、決めました、はい、決めました、はい、じゃあ行きましょう。はい、はい、行きますよ、はい、せーの。あー、あー、また、またかぶっちゃった。かぶってない。あー、また間違えちゃった。僕と本田ちゃんが A で、なっちゃんが B、はいはい、じゃあまず本田ちゃんはどうですか。まあ、まず A か B っていうところで、そうだね、うん、一旦そこでし、あの絞ったんですけど、はい、すごくあの味は B がすごく好みだったんです私。あの、はい、中にサクサクが入っていたのがすごく嬉しかったんですけど、うん、それで惑わしてきてるんじゃないかと、私たちをスタッフさんが。なるほどね。で、意外とノーマルに見える A がなんかその高いんじゃないかと思いました、うん、僕はあのちなみになんですけど、はい、え、やっぱなんか一つあたりでかくない、これ。めっちゃでかいです。あ、確かに大きい。ってことはそれなりになんか、うん、こう大ぶりでこう売ったりしてて、うん、1個あたりの単価が高いやつなんじゃないかと思って、うん、うわ、すごい、そこまで。単価か。でこっちさちょっとちっちゃいじゃん、うん、確かに。ちっちゃいやつってなんかそんなに高くないんじゃないのかなって逆に思い出して。なるほどな。それで A にしました。確かに単価ね。なっちゃんはでもやっぱ味味でも B 美味しいよ、ね、美味しいですね。なんか中のサクサクみたいなやつがすごく美味しくて、もう完璧にかいちゃんが言ってた味に、ま、惑わされてる感じが私です、うん、あ、はい、じゃあちょっと答え見ていきますか、はい、正解はこちらです。やったー、よっしゃー。やったー、声でマジかよ。声でよし、もう
う一個食べちゃおう。あ、じゃあこちら。いいなの。C、近所のスーパーで購入しました。まあ、そうガーナブラックチョコレート。うん、ガーナさんもね、はい、めちゃくちゃ美味しかったです。そして A、うん、こちら高級スーパー。あの西南とか石南とかさん、はい、なるほどなるほど、で購入しました、チョコレート600円。あ、でも、でもやっぱりガーナのチョコが108円なんで、まあ、その6倍くらいですね。そう、高いですね。そして最後 B クラシックチョコ、こちら、50g1500円。高い、食べよう、結構高い。カカオ豆の仕入れからチョコレート作りまでの全ての工程を自社工房で職人たちが手仕事で行っています。わお、余分なものは引き算するミニマリズムの考えをもとに作られたチョコレートはザクザクとしたカカオ豆の食感。カカオ豆なんだってこれ。おい、クリアに感性に訴える カカオ豆の香りが特徴です。めっちゃ食っとるやんけ。いや、高いって言われたら食べちゃって、まあ、そうね、俺ももう新風に全部飲んじゃったから。私も飲んでない。なっちゃんだけ飲んでないもん。なっちゃんチョコに夢中だったのに。ということで、まあ、なっちゃんが正解でした。ポイントどうなってるの。あ、そうね、ポイント気になるね。はい、ということで、まあ、このコーナーは終了でございます。いや、ありがとうございます。以上、前世は菓子職人キキフードに挑戦でした。おい、ここからはお菓子の転生の情報をお知らせしていきます、はい、まずは放送情報です、はい、テレビアニメお菓子の転生は7月3日月曜からテレビ東京にて放送開始。また本日 BS テレ東 ATX に加えて新たな放送局と放送時期に関する情報が発表となりましたので、詳しくはテレビアニメ公式ホームページをご覧ください。どんどんパパフ、いやいや、さらに7月3日月曜日から U-NEXT アニメ放題にて地上波1週間先行最速配信が決定しました。やった。本日追加配信情報も公開となりましたので、こちらも詳しくはテレビアニメ公式ホームページをご覧ください。はい、そして続きまして、テレビアニメ公式ツイッターにて6月23日金曜日から10日間連続でミニアミニミニアニメペイストリーのおかしな相談室の公開が決定いたしました。やった。このミニアニメではお悩み相談室を開設したペイストリーがマルカルルやルミニートリコリスラの、周辺の人物たちが抱える悩みを解決する様子がコミカルに描かれています。ふむ、はい、そして本日はなんと、うん、特別に、うん、ペイストリーのおかしな相談室第1話を先行公開いたします。やったー、やったー。ということで、それでは早速ご覧欲しいご覧いただきましょう。どうぞ。ペイストリーのおかしな相談室。マルク、ルミ、何か悩み事はありませんか？悩み事？なんだよペイス、いきなり。実は父様に言われたんです。モルテールンの次期領主として領民の悩みと向き合い寄り添う姿勢を養うようにって。おお、さすがは親方様だぜ。それでまずは二人に聞いてみようと思ったんです。なるほどな、やはり次期領主の片腕となる俺たちの悩みは大切ってことだな。はい、どうですか、何か悩み事は？ない、まるでない。
綺麗さっぱりない。あ、あ、やっぱり俺あるぜ。ルミ大丈夫か。お前が悩むなんて、なんで俺に相談しねえんだ。さ、話してみろ。あ、いや、マルク、それは僕が。ルミ、どんな悩みだ。聞いてないですね。聞いてくれるか。当たり前だ、幼馴染だろ。悩みの種があの木の方向にあるんだ。見てきてくれるか。お、あっちだな。走れ。お、うわ、うわ、うわ、穴が。マルク、引っかかったよ。その落とし穴、どうやってマルクを落としてやろうか考えてたんだけどさ。ルミ、悩みってそのことですか。いや、悩みってのはあんな単純に騙されるやつと一緒に次期領主の側近としてやっていけるかってことなんだよな。ルミ、てめえ、うん、そうですね、その悩みは。お前本当に性格悪いな。ほだと、引っかかる方が悪いんだろ。僕が思うに、マルクの注意力に。お前みたいに性格歪んだやつこそペイスの側近なんてありえねえんだよ。バカがなるよりマシだね。バカとはなんだ、この小悪。なんだと。あの、聞いてます。どうしたんですか、マルク。ちょっと悩み聞いてくれるか。もちろん。あれから1週間ルミと口聞いてねえんだ。どうしたら仲直りできんだろう。今度はちゃんと僕の意見聞いてくれるんでしょうね。うん。それじゃあ、ミニアニメペイストリーのおかしな相談室第1話を皆さんにご覧いただきました。ありがとうございます。かわいかったよ。もうね、裏でももうずっとなんか喋ってる。いや、なんかもう分かるかな、この感じ。みんなポイント欲しくて、もう必死なんて必死なんて、ポイントが欲しいって。勝ちたい、勝ちたいって。でも可愛かったね。可愛かったですね。可愛かった。気になるところの引きでね、終わってね。ねえ、どうなるんでしょうね、あの後ね。気になっちゃいますね。仲直りしてほしい。ミニアニメの方もね、多分引き続きね、うん、そうですね、やっていくと思うので、うん、はい、あの、いや、楽しみにしていてください。はい、はい、こんな感じでテレビアニメ放送に先駆けて、ペイストリーたちの甘くて大がしな日常生活をお届けしていきますので、お楽しみに。うぇーい。はい、続いてゲーム情報です。おかしな転生が G123 でブラウザゲーム化決定。イエーイ。よっ、すごいゲーム。そうですよ、現在ですね、事前登録受付中でございます。はい、事前登録10万件達成で SSR 仲間シーツやガチャ10連分アイテムなど豪華報酬を全員にプレゼント。イエーイ。シーツだ。皆さん G123 で検索してぜひ事前登録をお願いします。ババ登録だ、登録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 だ。やばい、どんどん村瀬さんのギアが上がってる。やばい、ギア上がっちゃうとどうなっちゃうの。危ないかな、放送できなくなっちゃうかな。いいです、そのまま行ってください。最後にTO ブックスからおかしな転生原作小説コミックスジュニア文庫が発売中です。7月には最新刊の小説24巻&ドラマ CD2 ジュニア文庫3巻コミックスペシャルプライスパックの1から3巻セットが、さらに8月にはコミックス10巻と盛りだくさんなので、ぜひチェックしてみてくださいということで、現物が、はい、こちらに、スタジオに、はい、こっちもありますね。わー、かわいい。かわいい文庫の方とコミックの方とありますね。イラストの方も素敵ですね。かわいらしい。どっちもかわいい。そうなんですよ。こうか。ありがとうございます、先生方。ありがとうございます。先生方、ありがとうございます。ということで、以上、おかしな転生の情報をお知らせしました。はい。
と思った。危ない、びっくりした。ダメなのか、ダメなのか。今のでポイントダメなのか。いよいよ1ポイントくらいくれてもいいじゃん。アフレコだったら大変ですよね。あ、そうね、こう音の人あいつふざけやがって急に原因してね。そうそうそう。お送りしてきましたテレビアニメ、はい、おかしな転生アニメ放送直前特番、おかしなパーティー、そろそろお別れのお時間となりました。はい、ということで長かったな、なんか長かったですね。悲しいです、悲しいです。さて、最後に我々が獲得したご褒美お菓子の小数を数えましょうか。じゃあ1個ずつみんなで出してこう。あ、玉入れ的な感じですね。玉入れ的な感じ、投げちゃダメだよ。はい、いきます。せーの、食べ比べる楽しさが味わえます。そしてダージリンプリンスト、先ほどの高級茶葉ほどではないですが極めて上品で繊細なダージリンファーストフラッシュのブレンドです。フラッシュでフローラルな上品な風味を味わえますということでございました。そうそうそう、一緒に食べるとファビュラス、ファビュラス。あ、ということでおめでとうございます。おめでとう。ありがとうございます。やった、嬉しい、ありがとうございます。なんかすごいいい、いいもんもらったね。はい、いや、ね、いやもう声出すコーナー終わったんだって。もうギアがさ戻んなくなってんの。ちょっともうちょっとずつ戻していい、ちょっとずつ戻していきましょう。うん、ありがとうございます。いいな、ということで、あの本当におしまいのお時間なんですけれども、はい、ちょっと軽くね、あの感想とかコメントとか、うん、あの、あ、じゃあ皆さんもね、あのこんな騒がしい番組にお付き合いいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか有名なとこみたいですね、知ってる方がいらっしゃるみたいな。はい、美味しいですよね。私もいただいたことあるんですけど、美味しかったです。あ、そうなんだ。うん、あ、じゃあいいお紅茶も間違いない。いやー、よかった、羨ましいです。本当にお付き合いいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。どうでしたか、ほんのちゃん、なんかこの番組の感想とか。あの、私なんだろう、笑い、本気で笑いすぎるとめちゃめちゃタン絡むんですけど、今すっごいタン絡んでて切りながら今喋ってるんですけど、あ、もうでも悔いはないですね、悔いはないですね。はい、でも俺も一緒、俺もあの本気で笑うと大体タン絡むから、あ、絡みながらやってた。楽しかった、いや本当にありがとうございます。本当に、ね、この番組の楽しさっていうのもあるし、こう、うん、あのアフレコ現場は本当にいい空気で掛け合いができたので、うん、それもこの、ま、原作の楽しい空気と一緒に味わえると思うので、うん、本当に間もなくですけど放送を楽しみにしててほしいなと思います。うん、改めて放送をよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあそしてなっちゃん、うん、ええ、同じく、本当お二人と同じく私もタン絡みまくってたのでこんなタン絡むなんて言うすみません、あの本当に、すごい賑やかな放送を皆さん見ていただいてありがとうございます。楽しかったです、楽しかった、まず楽しかったです。小学生あとその作品のストーリーでもペースがどん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 こう、あの領主の息子としていろいろお父さんとね、こういろいろタッグを組んだりとかしながら本当にすごい感じですごくなるんです。成長していくよね。そう、成長する。ありがとう。いいぞ、ありがとうね。同期の絆いいぞ。ありがとうね。本当成長ね。昔からありがとうな、支えてくれて。うん、そうそうなんです。あ、まあそのマルク、マルカルロ、マルクとしても、あの小さい子供ながらにこうペースに、ペースと言われた、ペースに言われたことじゃないや、子供ながらに頑張るので、うん、ぜひマルクの活躍も楽しみにしてくだされば嬉しいです。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。よっ、なっちゃん、ありがとう。はい、
ということで、本当にご視聴いただきましてありがとうございました。僕としてもすごいちょっとギアがぶっ飛んだ感じの放送になっちゃったんですけど、はい、それもこれも全て多分ちょっと前に撮ったお菓子の動画のせいなので、はい、それ普段と気になるんだよな。いや本当に普段の僕こういう感じじゃないんですよ。びっくりしました本当にね、うん、一番びっくりしてたけど、でもなんなら今日もうそっち側の世界に来ちゃってたもんね。なっちゃんもね、もう仲間入りさせてもらうでもよろしいですか。もうこれからもギア上げていくぞ。ひぇー乗ってよなんで乗ってくれないの。一緒にタンカランの中でしょ。タンカランの中だけど私それ出てないんですよ。くそ羨ましくてしょうがない。いやなんかそういう番組あった時、次はねぜひね、そうですね、ほんとちゃんにもね来てもらって、はい、あとね、そのとらそのなんか番組みんなと一緒で楽しみにしてます。もうね見てほしいんですよ、うん、とかなんかいろんな制作もやったりしてる中で、まあでもまず第一にアニメの本編の方が本当に面白くて、であと、うん、今回ね我々ちょっとずつお菓子とかねつまみながらやったんですけど、本当にお菓子がね恋しくなるような感じの作品となっておりますので、はい、ぜひぜひ7月3日からお見逃しなきをよろしくお願いいたします。本日ありがとうございました。よっ、よっ、座長。イエイ。よっ。それではテレビアニメお菓子の転生アニメ放送直前特番お菓子のパーティー、ここまで。お相手はペイストリーミルモルテール役の村瀬歩夢と、マルカルロドロバ役の藤原夏美と、はい、リコリスミルフバーレク役の本土楓でした。バイバイ。